どうもこんにちは、リュウボンです。モンスターハンタートライ G HD バージョン続きやっていきます。めちゃくちゃ久しぶりの投稿ですが、なぜいきなり始めたのか再開したのかっていうところはもう分かってる人には分かってると思いますが、モンスターハンターワールドというね、プレイステーション4の、ゲームがね、2018年にリリースされるという情報が、先日の E3 で発表されました。来ましたね。これね、今まで、モンスターハンターシリーズ、これちょっとあれ、あ、全然違うとこ。今までのシリーズで、まあ、モンスタークロスとかね、モンスターダブルクロスとか売られてました、発売されてましたが、そっちの方はやってませんでした。というのが、まあ、理由は二つありまして、一つが、まあ、まあ、自分もね、HDMI から、まあ、動画とね、音声引っ張って、そして、パソコンに出力という形で録画の方をしておるんですが、まあ、自分が 3DS の、方からね、それを行う機材を持っていないと。まあ、厳密に言うと、それをやることができる 3DS なんですけど、それはちょっと持ってないんですね。どこ？いや、これあれだな。下にいるパターン。どこだ？いた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 。怒ってる。そう。を持ってないというのが、一つ。もう一つが、やっぱりね、まあ、こう、大人になるとね、どうしてもね、こう、グラフィックにちょっとこだわりがね、出てきてしまうと。やりたいゲームの、まあ、こだわりというかね。うん。やっぱこう、全く当たらないんだけど、はい。パーンとね。うん。っていうのがありまして、これまでね、正直まあ、ちょっと辛かったね。あの、グラフィック的に。うん。ゲームの面白さっていうのは、グラフィックに左右は、まあ、されないんですけど、仲が良ければね。うん。ただ、やっぱりこう、まあ、純粋に楽しんでる最中に、どうしてもね、グラフィックが荒いと、って思っちゃうことが、やっぱ、あると。まあ、それほど、今の、ゲームのグラフィックっていうのは進化してるっていうのはありますよね。そして、モンスターワールドは、プレイステーション4で、今のところの情報だとプレイステーション4のみ、ビータにはね、発売されないという、情報しかないんですけど、発売されないという情報はないですね。プレイステーション4にしか発売されないという形ですね。うん。なんですかね。つまり、こう、まあ、ちょっとね、これはまあ、よくある話なんですけど、ビータと一緒に発売するから、ちょっとね、その下の方、ほら、ビータとプレステ4で言ったらさ、ビータもかなり高グラフィックなポータブルですけど、やっぱりまあ、その、ね、縦展開って言うんですけどね、こういうの。縦展開するとどうしてもその下の方のグラフィックの都合に合わせて、引っ張られてね、上の方のグラフィックがちょっと若干落ちるみたいな。ことがあったりするんですよ。まあ、それ開発の都合上なんでね。俺らプレイヤーからしたら、ま、関係ないんだけど、まあ、そんなものなんですね。あ、まあ、やばい。魚が。今回は、プレイステ4のみなので、現在の情報だと。それがおそらくないんじゃなかろうかと。完全プレイステ4オンリーだとしたら、相当綺麗な、ビレーグラフィックによる、まあゲームがね、作られるんじゃないかというふうにかなり期待しています。で、今回のモンスターハンターワールドは、これまでね、エリア移動によるこうやってね、こういうふうにエリアを移動しての、まあ探索だとか、ふうなものがモンスターハンターだったんですが、オープンワールドになるということでね、すごいですよ。オープンワールドです。素晴らしいですよ、本当に。
あ、そういえば剣モード使えって誰か言ってたな。分かった分かった、使えばいいんでしょ。うん、そう、これちょっとやるか。よし、あ、拾わなかった。よいしょ、危ない。俺もうね、オープンワールド大好きで、もうあのかなりね、俺の今までまあ実況してきたゲームもオープンワールド多いんですけど、うん、まあ陶器店2もね、同じような感じで仮ゲーだったんですけど、こちらもねオープンワールドとなって、いつだっけあれ発売したの、去年だよね、うん、やってましたけどね。よいしょ。やっぱこう時代がオープンワールドをこう欲しているようですね、うん、ただのブームにしては長いんで、ずっとね、もう、なんだろうな、アサシンクリードからかな、ちょっとわかんないんですけどね、流行ったのはね、オープンワールド自体はもうだいぶ 前からあるんですけどね、グランツーセフト、オートとかね、うん。まあ、とにかく、うん、そして、自分がその、プロモーションビデオ、カプコンが出してるね、だったっけな、ちょっと覚えてないけど、やばい、あ、オッケーオッケーオッケー。うん、カプコンが出してるプロモーションビデオを見て、気づいたこと、俺が嬉しいなと思ったことをちょっと、まあ、簡単にまとめて、まずい、あー、危ねえ、見ますと、まずね、どっから行ったらいいんだろうな、そうだな、ワイヤーアクションがね、追加されてます。まあ、どういう名前にね、なってるか知らないけど、しまって。やっぱ、だよね、だよね。今のは、でんぐり返しすべきだった。例えば、こういうマップでね、上の方にあるこういう木とかに対して、ワイヤーを引っ掛けて、大ジャンプすることができるんですよ。で、そのまんま、モンスターに向かって、飛び降り攻撃をしたりだとかね。そういうことができるようになってるんですね。うらっうらっうん。それがまずね、めっちゃ、めっちゃ面白そうなんですよ。ぜひ見てくださいね。まあちょっと本当もね、できればもうみんなもこう見やすいように動画の中組み込みたいけど、ちょっとそれやばそうなんでね。やらないですと。うん。リンク、動画説明文の方に貼っときますんでね。ぜひ見てください。すっげえ見づらい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 。よし。うん。よし。ダッパーン。そして、この辺やろうお前。うん。そして次がワイヤーアクションの他に、ステルス要素があるんですよ。例えばモンスターが、あんつってこう気づくシーンって、今のモンハンにもあるじゃないですか。だけど、今のモンハンって、一応しゃがんで、コソコソするっていうアクションはあるけど、ほぼ意味ないですよね。それがかなり、ちょっと待って、これ、あ、助かったのやらなんのやら。よし。それがね、かなり重要なファクターになってきてると、なっているようですね。どうやら。ん？これは避けらんない！おー、避けられた。うん。で、動画の方で見たのは、まあなんか、新種のモンスターがね、まあ新種って言ってももう新しいゲームなんだけど、今まで登場しなかったモンスター、が、どしどし歩いてるわけですよ。で、あん？みたいな感じで気づくんですよ。ハンターに。なんだけど、あのね、その後、草陰に、こう紛れて、じっとしてるんですよ。すると、モンスターは、こう、嗅覚のね、役目を持つなんか花みたいなのを膨らませて、クン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 しだすんですね。まあ、それでもこうじっとしてると、モンスター、今度は気づくことができず、最終的にね、ん？これ何やってんの？あ！うぅーで、なんて、なんだ、うん、で、まあ、モンスター、やり過ごすっていうことができるようになってると。さらには、小型モンスターが、一瞬出くわすんだけど、その後ね、同じく、こう、草陰に隠れると、まあ、ちょっと探すような素振りはしていたんですが、最終的に、
ハンターを見つけることができず、そのままどっか行ったっていうシーンもありましたね。そして、俺がやべえと思ったのが、なんかね、ギリースーツみたいなのを、ギリースーツっていうのは、あの、草とかね、を、こう、身にまとって、まるで自分が草のような感じに、ね、なって、こう身を隠すっていう、シーンもありました。これは熱いと思いましたね。あれは無駄に俺やっちゃうな。で、モンスターに見つかったら、そのギリースーツをバッて脱いで戦うみたいなシーンがあって、かっけえ思いましたね。いやー、すごかったよ。あとはね、モンスター同士が争うっていうのが、よりね、しっかりと描かれているようになりました。ちょっと待って。うん。で、今まで一応モンスター同士争うっていうのはあったけど、でも結局さ、マップに入ったら、このエリアに入ったらさ、なぜかこう、モンスター、喧嘩してたモンスター、喧嘩してると思われていたモンスター2匹がさ、意気投合、結託してさ、ハンターのことを襲っていくんじゃん。おかしいよね。それはおかしい話ですよ。だけど、それが、来る。それがね、ちゃんと、しばらく喧嘩してるっていうね。だから、玉の利っていうのをね、狙いやすくなってると、いうことですね。もしかしたらモンスターを消しかけることができるかもしれませんね。うん。いやー、やばいよー。それがね、いいなーと思いましたね。うん。で、モンスターハンター4からね、導入されたノリ、モンスターの上に乗るっていうやつも、ちゃんとね、引き継がれてるみたいです。ただ、ま、完全なゲーム画面じゃなくて、おそらく開発中なので、まずいな、これ。よし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 。ボケー！ああ、ね。左に避ければよかったね、あのまんま。ちょっと待ってね。見えねえんだよ。オッケー。待って！くそ。ちょっと待ってね。これで、こんなやつに死にたくねえぞ。うーマジ！一旦、最初飲もう。よし、オッケー。待って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 。あんま近づかないで。うん。そう。っていうのをね、ちょっと見てね、熱くなってるんですよ。やばいね。でね、なんでそんなね、まあ、祝、モンスターハンターワールド発売、決定記念みたいなね、動画なのに、チャナガブルなのっていうね。その辺に関しては、実はね、この動画撮るのは2本目でして、な、2テイク目。1テイク目でね、まあこのモンスターハンタートライ G のね、代表モンスターでもあるね、ラギアクルス、うん、G 級ね、チャレンジしたんですけど、もうこの装備で行ったらさ、この装備さ、雷属性弱点じゃないですか。ボッコボコにやられてね、まずい！これまずい！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 くぅああちょっと待って。これちょっと、しかも久しぶりの操作だったんで、これちょっと感覚取り戻すまで時間かかるなと思って、一旦勝てるやつでと思ってね、妥協点がこの、チャナガブルちゃんですね。うん、俺暗記も大好きだからさ、痛い。アンキも美味しいよね。そんな話はどうでもいいんだよ。そして、このモンスターハンタートライ G と同じくね、泳ぐシーンも一瞬ありました。なので、おそらくこういう風に泳ぎながら戦うっていう、モンスターもおそらくいると思います。ちょっと上行こうぜ、上。あれ？これさ、どうやんだっけな？どうやったら上行くんだっけな？なんかね、俺、ね、覚えたって言ってたシーンあったよね。あ、わかったわかったわかった。先にバズボタンを押して上をやるんだな。なるほど。あ、でも行っちゃったけどね。うん。ということでね、まあ、祝発売記念と、発売決定ということで。いやー。あのね、何があって、複数嬉しいんだけど、モンスターハンターがオープンワールド化っていうのも当然ね、
もちろんそれも嬉しいんだけど、俺ウォーブンワールド好きだから、もちろんそうなんだけど、それよりも何よりもあのこの据え置きゲーで高グラフィックのモンハンができるっていうのがものすごく俺は嬉しいです。だってさ、俺がこのモンスターハンタートライ G をね今更やってんのは、これ Wii U なんですけど、あの高グラフィック、まあ、 あの今のね最新から比べるとこれもう何年も前のゲームなんで、あの高グラフィックとは言えないけど、今出てる、家庭用モンハンね、フロンティア除いてね、うん、フロンティアはちょっとね、やっぱ課金ゲーなので、ちょっと、ちょっと別扱いにした方がいいかなと思ってるので。うん、で、家庭用で出てるモンハンの中での最後のね、据え置きゲーじゃないですか。あ、ちょっとまずいね。あ、危ね危ね危ね。そう、それがね、それをやってるのは、やっぱりまあ、高グラフィックだからっていうのもあるから、それが、ましてや、PS4 で出ると。まあ別に俺的にはスイッチでもよかったんですよ。で、スイッチにもし出るんだったら俺スイッチ買うから。うん。で、これが本当のキラータイトルなんですよ。キラータイトルっていうのはもう、名前の通りね、もう殺す、タイトル。タイトルっていうのはゲームですね。ゲームタイトルのこと。モンスターハンターは昔からキラータイトルなんですよ。これが出れば、そのハードは売れるんですよ。みんな買う、わざわざ。プレイステ4買ってない人も、モンハンが出たら買うわっていう人は多分めちゃくちゃいるはずなんです。で、今回で買うであろうと、いうことですね。で、逆に、もしスイッチで出ていたら、俺もスイッチ買う。俺はもう、買う予定全くないんですけど、スイッチね。あれね、俺の好きなゲームがちょっと全然ないからなんだけど、これこそがキラータイトル。いやー、とんでもないね。なんか、妖芸がなんかたくさん、他にも出てましたけど、いやー、一番やっぱ花があるのは、やっぱモンハン、俺の中ではもうちょっとでかすぎた。ショックが。その時俺すっげー眠い会議やっててさ、お仕事で。もう、こんなしょうもない会議やってる間に大事件起きてたのかよ、みたいなね。トイレで知ったんだよね。マジで?と思って。これ仕事してる場合じゃねえじゃんとか思ってさ。それ意味わかんないけどさ。ちょっと飲んどこうか。うん。もうね、待ちきれないよ。どこ行った?いたいたいた、うん。上上がってくんねえかな。あ、行く?行く?よしよし、俺も行く。一緒に行こう。背中乗っけてくんね、その、なんか、そのピカって光ってるやつ。しがみついていいかしら。あ、ちげえな。これは、あー、こっからね、人間通れないんだよね。あんなでかい体ね。のやつを、あと、いけんのかよ。どこ?いや、それはずるいだろ!あー、あぶねえ。ちょっと待って、びっくりした。息は大丈夫。うん。いやー、しかしね、まあ、その、もうね、ワイヤーアクション自体も、俺、まあ、大好きなんですけど、なんだろう、ていうかもうね、好きな、大好きな要素がね、いっぱいあったね。あ、でももう一個忘れてた!ライトボウガンの種類にね、マシンガンみたいなのがね、追加されてましたね。俺ね、もうマシンガン大好きで、これなんかの動画で俺語りましたけど、やばい、これはね、クラウ!あ、これわざとじゃないですからね、これ。この卑怯な。偶然。うん。マシンガンで仮ゲーっていうのを本当にやりたくてね、で、フリーダムウォーズっていうゲームが仮ゲーあったじゃないですか。あれとかも俺ものすごい期待したんですよね。期待っていうかものすごい嬉しかった。こんな巨大、こう仮ゲーで、その巨大生物というかさ、巨大、あれ?巨大なやつ、まあモンスターというかね、あれ確かアブダクターだっけ?
ね、巨大なやつ相手にさ、ちょっと待って、待って、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。うん。マシンガンね、タタタタタタタッつってさ、で、四角ボタンを押したらカチャッってリロードしてさ、切れた？切れた？切れてないな。甘い甘い。うん。で、まあ、あのゲームで残念なのは、銃による攻撃が非常に、不利になるっていう、うん、なのでマシンガンで戦う、戦いたいっていう人は非常にね苦しい目に遭うっていう仕様で、まあなんだそれという感じになっちゃったんですけど、モンハンでねそれが実装されるのはもう感激ですね。ちょっと本当にね動画見ていただきたい。うん、よし、地上、よし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 。なぜね、俺が地上に上がりたいかっていうと、お肉食べたいんですよ。腹減ってしょうがねえ。ん？あ、もう。弱ってるね。うん。マシンガンね。で、まあ、どういう感じなのかな。やっぱり、ちょっと待って。これまた吐くだろ、あいつ。あ、吐かない。しょーい遠くにいるとダメだね、こいつ。はいはい。ごめんね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 。あのね、下行きたい。下。この水面が鬱陶しい。あと、コナミカメラが改善されてるといいですね。うん。もう切れたでしょ？あれ。著作権じゃねえや。特許。頼むぜ、マジで。よし。弱ってる。ただ、これは尻尾間に合わねえな。よし、くっそ、切らせてくんねえな。まあそりゃそうなんだけどさ。よいしょ、ダメか。あ、もうあいつ休みたいんだね。しゃあね。うん、そう、なんかなんちゃって、今までも、モンハンでさ、速射っていうのがあって、ライトボウガンでね、速射に対応している、弾を撃つと、よし！地上だ！対応してるやつをね、撃つとね、まあ、弾が、まあ、それぞれにね、対応した、弾数出るっていうね、ダダダダダーって出るっていうのあったんだけど、なんか俺の、あれとは、どこ行った？あ、はいはいはい。甘いぜ。よっしゃ、ボケ、おら！暗記もにしてくれるわ。そして食ってくれるわ。待ってね、怖いね、それは。尻尾切れてんのに切ってやるわ。どこ行った？アホかな、君は。こっち向きな。バカショ！バカショ！リア充。こいつがリア充には見えねえな。どう頑張っても。くそ。こっち向いたな。こうなると弱いよな。なんかなんでこんなにバカしてないの？運悪くない？よっ！いいねえ。じゃあ。こういう時にね、心眼が発動できればいいんだけどね。よし、当たって、これ当たって当たったんだかなんだかよくわかんないけど、うん、というね。いやー、もうね、残念な結果にはちょっとなってほしくないですね。例えばさ、なんか、急ぎすぎて、もう、何それみたいなボリュームだったりとかね。FF15?15? とか、確かそうでした。まあ、急いでんのかどうか知らないけど、それであれで精一杯やったかもしれないしね。
あれなんかコンテンツが少なすぎて、ちょっと満足度がちょっと低かったじゃないですか。っていうね、話を聞いてるってだけのことなんですけど、しつけえな。ただまあ、FF15 に関しては、あれですよね。あ、痛い。なんか後で、アップデート入るらしいですけどね。なんだっけ、なんか斜め上の、アンケートが出たみたいなことが話題になってたよね。なんだっけな。ゲーム画面に、の、なんかメニューとかにアンケートみたいなのが出てきて、で、今後追加してほしいものは何ですかみたいなのが出て、で、それが、どれか一択しかできないみたいな感じだったのかな？ちょっと違ったらごめんなさいね。教えてください。それでね、なんで一個しか選べねえんだよ、みたいな、おこのプレイヤーがいっぱいいたっていうね。まあ、そりゃそうだよね。そりゃ怒るわ。ね、結構高かったんだっけ？ただあれグラフィックすごかったね。だから似てるんですよ。ちょっと怖いのがね。超高グラフィックで、ものすごい期待されてて、オープンワールドとなった、FF15 ね。もう、ものすごい期待があったのに、なんか、これで終わりみたいなね。だからまあ、もし、モンハンにあるとしたら、まあ、モンハンのことだからね、バグとかは多分少ないと思うんですよね。カプコンのことだからさ。まあ、つっても最近のカプコンしか知らないけどさ。まあ、バグが少ない。まあ、そこはいいとして。待ってね、どこにいる？いた。バグが少ないにはいいとして。まあ、モンスターこんだけみたいな。よし。よし。怒るだろ？よし。しゅ！あれ？当たったんかい？君。このさ、あれ、チャージ、属性解放切りさ、あれだよね。当たったかどうかわかんないよね、よく。当たったってことにしよっかな、みたいな感じで、自分の中でこう、解決するっていうね。ちょっと待って、これやばい気がする。見えない。はいはいはい。よし。怒ってんの？怒なの？まあ、そうはなってほしくないですね、本当に。モンスター少ないは、多分ないと思いますよ。で、すげえなっていうね、シーンをまた今一個思い出しました。プテラノドンみたいなのがいて、プテラノドンって翼竜ですね。ジュラ紀とかにいたね。で、その翼竜にワイヤーを引っ掛けて、空飛んでましたよ。ああ、勝った勝った。あれすげえなと思って。空飛べちゃうんだ、みたいなね。まあ、背中に乗って自由にってわけにはちょっといかないみたいですけど。楽しみですね。ちょっとまあ、モンスターハンターの話なんで、モンスターハンターでやりましたけどね。ただ、この腕の落ちよう、もともとあんま上手くねえのにさ、この腕の落ちようはちょっと、大問題ですね。事故ですね、これは。あ、なくなっちゃった。いやー、しかし楽しみですね。正直、俺の中でね、プレステ4で出てるっていうのはちょっとびっくりでしたね。まあ、噂ではね、これあれよ。誰が、公式で言ってるってわけじゃないんですが、噂では、任天堂となんか契約してるから、契約で縛ってるから、DS ばっかりに出るんだ、みたいなね、話もありましたけど、まあ、単純に売れてるハードに出すってだけだと思うんですけどね。昔からね、カプコンでそうなんで。まあ、てか、どの会社もね、そうですよね、多分。はい。というわけでね。今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またな。